日本銀行京都支店裏口前に停車中の現金輸送車現金輸送車の警備業務における警戒ズレとポリカーボネート製の盾をび防護ベストの使用例イギリスで使用されている現金輸送車地リで使用されている現金輸送車貴重品輸送警備とは現金、有価証券、貴金属、美術品、骨董品、貴重書籍等を輸送している所有者を警備員が 東南東の事故の発生を警戒する警備業務である。一般に、現金輸送と称されることが多い。警備業法、第2条第1項第3号に規定されている業務のため、3号業務とも呼ばれる。また、警備業務検定では貴重品輸送警備ではなく、正式には貴重品運搬警備業務という呼称である。警備会社によって分けそうと故障している場合もある。 貴重品を警備員が運転する特別な輸送車を、用い2名から4名で警戒し、現金の場合は、日本銀行から、日本銀行支店へ、日本銀行支店から各金融機関へ、各金融機関の本店から支店へ、金融機関から企業へ、及びそれらの逆ルートの輸送がある。運行中の車両を停車させようとする不審者、酔っ払い等に対しては、警戒を強化し、 車両を停止することなく、進行を継続する。ただし、警察官と応募式人物に停車を求められた場合は、自設の要領で対応する。見知らぬ人物を同乗させてはならない。勤務中は、警備業務用車両、運搬関係車両から離れてはならない。走行中、停車中にかかわらず、窓ガラスを開けてはならない。攻撃の隙を与えることになる。得意情報。 交通検問、事件発生時の検問等あるいは速度違反などの理由により警察官に停止を求められる場合がある。しかし3億円事件のように警察官に変装した偽物による盗犯の事例もあることから貴重品運搬警備業務においては次の要領で対応する。ありがとうございます。